習完了で月が見えたわ。食らいなさい。うじうじ考えててもしょうがないよね。でも不思議、昔から困ったことがあっても君と話してるとスーって嫌な気持ちが消えていくの。いつもお姉さんらしくって思ってたんだけど、君には助けられてばっかり。私思い込むと目の前しか見えなくなっちゃうことも多くて、そんな時でも優しく見守ってくれてるし、君には本当に感謝してるよ。だからね、そのありがとう。嬉しい、やっと言ってくれた。少しだけこうしてていい？嘘、少しじゃなくて、昔からちっちゃかったあの頃からこんな日が来たらいいなって思ってた。だから転入生として君がこの学園に来た時、これは運命なんだなって。もう笑わないでよ。でもこれだけは約束できるよ、今の君と私なら絶対誰にも負けない。ここまで来たらあとは勝つだけ。あと一息頑張ろう。ブイクシャクシャ、こんにちは。マリカちゃん、もしかしてまたずっと机の下で。見てません、聞いてません、何も。そのキスとかしてない、してないよ、そこまでは。また随分にぎやかですね。何をまだしてないんですか？キスですか？なんでもないから。っていうか、なんでよりちゃんいろいろ知ってそうな顔してるの？この部室はいつ生徒会に狙われてもおかしくありません。ですから防犯用にカメラやマイクを。まさか今の全部。よかったですね。おめでとうございます。生徒会参加のチームはほとんど倒した。あとは生徒会本体を叩くだけね。できるでしょうか、今の私たちに。大丈夫、やれるよ、私はそう信じてる。頑張りましょう。もう隠れてガンプラ作るのは嫌です。君も準備はいい？皆さんのこと信じてますから。うん、一人じゃ難しくてもみんなで力を合わせればきっと勝てる。
このホールを抜ければ生徒会室よ。ただ一般の生徒が勝手に入れないように厳重なロックがかかっているはず。生徒会役員以外が入るのは難しいわ。その通りだ。あ、生徒会室に入るためのカードキーは俺たち生徒会役員にのみ与えられている。だからこのキーを欲する貴様らに譲る機会を与えようと思う。それが公平というものだ。嘘ね。私たちに負けない絶対的な自信があるからそんなことが言えるのよ。でもその言葉後悔させてみせる。よくわかっているじゃないか。ではこちらも戦力を投入するとしよう。大鳥。はい、大鳥涼子、チームラプラスの盾リーダーとして副会長の守護を担当します。涼子。ゆい先輩、大丈夫ですか？お友達がいてて。大丈夫とは言えない。でも負けない、負けられない。行こうみんな。ついにやってきましたこの一戦。怒涛無双の快進撃を続けるサイドゼロと副会長率いる生徒会精鋭部隊のバトル。この緊迫のバトルは実況私シャクの凛子が放送部の独占生配信にてお送りします。さあガンブレ学園の行く末を決める対決の前哨戦となるこの戦い、果たしてどちらにその軍配は上がるのか。それではガンプラバトル、レディーゴを乱す反乱分子め、すぐに潰してくれる。今戦いの火蓋が切られました。実況は私シャクの凛子で最後までお送りいたしますよ。秩序を乱す反乱分子、すぐに潰してくれる。たまらぬ勇気だと、勇気が相手をするまでもない。さあ腕試しといこうか。プレイヤー1撃破されました。よくも、絶対に許さないんだから。見つけた、破壊の時間よ。私は逃げも隠れもしない。私がオープンする。ああ、このクエストはチームブルーが持っていった。デッドも負けていられません。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。プレイヤー6撃破されました。ここでダブルキル。白い悪魔のごとく相手チームを次々に撃破していきます。第三勢力がギミック周辺に出ました。このクエストをクリアするとギミックが使用可能になります。クエスト開始だ。さあお前ならここからどう動く。怯えなさい、すくみなさい。ガンプラの性能を生かせぬまま消えていきなさい。プレイヤー6撃破されました。
ができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。やった、クエストクリア。いい調子だね。このクエストをクリアするとステージギミックが解放されますよ。戦況を変えるチャンスかもしれません。クエスト開始、どこから潰そうかしら。私は逃げも隠れもしない。
イントです。失敗を次は確実に潰す。先に進むことができるのは強者のみ。弱者はそこで散りゆくがいい。バトル終了です。サイドゼロがまさかまさかの大勝利。サイドゼロ、まさかこれほどの力とはな。いいだろう、約束通りこのカードキーをやろう。だが覚えておけ、貴様ら一人一人は俺や生徒会長勇気の足元にも及ばないということ。勇気を最後まで楽しませてみろ。それから大鳥、貴様には失望した。二度と生徒会の門をくぐることを許さん。はい。あの副会長の人言ってしまいました。あの余裕、今のバトルはまだ余力を残していたと。涼子、ゆい、もう無理やり生徒会のために働かなくていいんだよ。私たちが守るから。違うんだユイ。え、私は無理やり働かされていたわけじゃない。自分から望んで生徒会にとどまっていたんだ。今の生徒会と生徒たちの緩衝材になることが少しでもできればと。それと私が言える立場ではないのは分かっているが、あの人は会長を救ってくれないか。どういうこと。会長はただひたすらに純粋なだけなんだ。強さに対して、ガンプラに対して、私はその姿に憧れた。しかし副会長の作り上げたシステムがそれを歪めてしまった。もともとは副会長も会長を思ってのことだったのだが、いずれにせよ私たちは間違えた。一人のために全てを歪めてしまった。許されることではない。こんなことになってしまって前の生徒会役員たちにも合わせる顔がない。ユイ、お前も私を憎んでいるのだろう。涼子は涼子、変わらないよ。ガンプラが好きで好きでたまらない。クールに見えてガンプラ愛で溢れてる。それはガンプラバトルでも伝わってきてたもの。サイドゼロとして初めて戦ったあの時から。ユイ、大丈夫。涼子の優しさは分かる人には伝わってる。それは今すぐでなくとも大地に染み渡るように広がっていく。きっと学園の生徒たちや副会長にもいつか分かる時が来るよ。だから無理しないで、あとは私たちに任せて。自分一人で抱え込む必要なんてないの。ユイ、強くなったな。うん、いろいろあったからね。いろいろか。今度昔みたいに駅前のドーナツ買ってきてみんなでおしゃべりしようよ。前の生徒会の人たちも呼んで。そうだな、そうしよう。それじゃあその前に決着をつけに行こう。みんな